江夏豊は、NPB でセーブが制定される前にも37セーブ上げており、合計すると206勝230セーブとなる。江夏は1971年のオールスターで9連続三振を取り、なおかつ攻撃の際に米田からスリーランを打っている。江夏は、清原の520倍に当たる 52g の覚醒剤所持で逮捕された。江夏は引退後、映画に出演し、アカデミー賞新人賞を受賞している。江夏は、ケツアゴ。江夏は、高卒ドラ1の左投手で唯一200勝を超えている。高卒ドラ1左投手で、日米通算100勝以上を記録しているのは、石井一久、菊池雄星を含めた3人のみ。江夏は、1968年にシーズン401奪三振を記録しており、これを超えるには最低でも134イニング必要。